おはようございます、たまです。俺の下であがけ、やっていきましょう。私ね、今までのプレイで勘違いをね、していたところがありました。勘違いしました。で、ちょっとね、そこを先にね、お話ししてから、やっていこうかなと思います。このね、今までの前の動画でね、イキヤさんがね、ここ、受けがチッカチッカってね、光ってるんですが、これ、イキヤ様のね、現在の気分ってなってるから、イキヤ様が、俺ちょっと今、受けの気分って思ってると思ってたんですよ。で、そうじゃなくて、私はちゃんと攻めルートを取れてたんですよ。この新田くんが、新田くんを受けにしよっかな、攻めにしよっかなっていう一夜様の気分みたいですね、この画面ね。それで真ん中のあの棒がね、ちっちゃい真ん中にね、ある棒ね、なんかこう、動くのかなと思ってたんですね、受け側とか攻め側とか。でも、あれは真ん中のままで、あの受けの光ってる部分がチッカチッカってね、光ってるのが、一夜様の気分と思ってたんですよ。一夜様がどっちになろうかな、この子を相手にどっち、俺どっち側になろうかなって思ってるんかと思ってたんですよ。そうじゃなくて、新田くんをどっちにしようかなっていう、一夜様の気分だったみたいで、このルートで行くと、新田くんが受けってことなんですね。だから私ね、前回まで一夜様攻めにしたい、攻めにしたいってね、これ一夜様が受けになってると思ってて、それで、一夜様受けやんってずっとね言ってたわけなんですが、一夜様はちゃんとこのままやっていけば攻め一夜様になってくれるというのをね気づきました。攻略サイトをね見たりとかしてね。それとですね、ステータス、これね、エナジーの数です。私、10万、20万って言ってたけど、やっぱり、1万、2万ですよね。もうね、桁が多すぎて分かんなくなってた。それで、秘密の資料室の、どこだっけ、どこだっけ、なんか、目指せ、10万を目指せっていうようなことを言ったのがあったと思うんですけど、そのせいでね、なんか、契約できるのが1万なんですけど、10万だと思い込んだんですよ。で、あれって、目指せ、10万を目指したらどうですかみたいなのは、今2万なんで、これを10万まで持っていったら何か出るのかどうかはそこまで私わかんないんですが、10万を目指したらどうですかってことだったみたいですね。で、これ2万です。それで、2万、今ね、これ、セーブからね、前回のセーブからやっていって、26日目までに、2万にして、そんで、不幸度21にしてあります。で、今まで、前は20万って言ってたんですが、2万ですね。2万を超えてから、この、よいしょ、あれ、どこだ？清水を呼び出す。これで、新田くんと契約しますってやっていくと、トゥルーなルートの方にね、導いてくれるみたいです。私ね、この段階でね、2万超えたら、この段階で、なんか吉岡さんがなんか言ったり違うのが出るのかなと思ってたんですよ。呼び出さなくても。それで、ね、最後までやっちゃって、30日までやったら、やっぱり、一夜様死亡エンドになったので、ここから、清水をね、呼び出して、ちょっと、チュルルルっとやってみたら、やっぱり違う選択肢が出たので、それからね、戻って、今ここにまた、一人で見てもね、嫌なんで、新鮮な気分で見たいので、戻りました。では、呼び出しましょう。はい。ああ、頼む。わかりました。手配いたします。多分ね、26日からでも間に合うと思うんですよね。あれ、どうした、どうした、どうした。寝る、寝ます。これでね、ちょっと真なるルートが出るんじゃないかと思います。
ほらね、このアパートでね。やべ、遅刻する。松竹梅が来るんですよ、松竹梅が。この不穏なね、音楽。はい、来たよ。久しぶり。ここだよ、ここ。整形荘。ボロっちアパートだな。蹴飛ばしたら穴開きそうだぜ。だな。さっさと済ましちまおう。行くぞ。清水っと。この部屋です、竹さん。やれ、梅本。あれ、前回夜じゃなかったです。いないんですかね、チャグ。今回土曜日にイベントが起こったからか。おい、清水、いるんだろ。さっさと出てきやがるってんだ。ね、前回なんか夜にバイト疲れたてめえの親に連絡取れないもんで、こっちは大迷惑なんだよ。あ、違う、それであれだね、なんかお姉さんがね、さっさと出てこい。許す使ってもためになんねえぞと言うんだっけ。そうだそうだ。おい松岡、やりすぎんな。最近はお上もうるさくなったからな。よし。俺、見せ物じゃねえ。清水さんとこは、ね、いつも夜まで帰んないわよ。そうそう、これがあったわ。ああ、言ってますけど、どうします？まあいい、また後で来よう。おはようございます、一夜様。はい。本日はどうなさいますか。あ、私あれか、金曜日の晩土曜日も働くって言ってセーブしたんだったかな。あとですね、あの今まで出てた新田くんとね、公園でのやり取りはね、ランダムみたいなんですよね。だからあの見たイベントが出る時もあるし、またランダムで見たことないのが出る時もあるんで、それでね、同じのを繰り返しちゃうパターンもあるので、ちょっと27日目のね、この2万点2万エナジー貯まるまで飛ばしちゃったんですが、あれもね、だからあのもし動画で見れてないやつはおまけのところでね、見ようと思います。もうね、帰ってもいいよ。あの帰ろか、帰る。まあ、新田くんね、いないんで。はい、出ましたよ。はい、アパート前です。夜にね、なりましたよ。今日もきつかったな。邪魔な車。清水新田くんだよね。なんだよ、あんた。あんたの消えちまった両親にちょっとした用があるもんでね。あれ、ちょっと私の記憶が曖昧なんですけど、
十何日までやった分はね動画にしてるんで、それより後のね日数の方に出たのかな。その前にね出てた、あのイベントがランダムなんで、この消えちまった両親も新田くんがどうして弁護士を選んだかっていうやつ出ましたかね。私の記憶がねあれややこしいんだけど、まあ、とにかくあの事業ね、小さい会社やってたお父さんお母さんが事業に失敗したり人に騙されたりして、あの借金抱えちゃいましたっていうのがね、動画の中に収まってるかどうかがちょっとわかんないんで今ちょっと補足で喋ります。そういうのがランダムなんですよね。だから出せれば新田くんの背景が深く見えたりするんですけど、一周だと出なかったらね、どういう感じで両親いなくなったのかっていうのがわかんないまま終わるパターンもねあるなぁと思ったんですよね。やり込んで全貌が見えるみたいなね、イベント集めてね。そういうわけでちょっと付き合ってもらうぜ。もうあれだもんね、軽くてちっちゃいからひゅーいって運ばれちゃう。後ろに隠れてたのか。松岡、急げ。来た来た。松、こっちだ。もうめっちゃブルブルしてますよ。なんなんだよこれ。さっさと車出せ。はいっす。では今日一日の報告を行います。はい、今日は何もしないよ。以上です。吉岡、はい。到着が遅くないか。清水新ですか。そろそろここに着いてもいい時間だろう。確かに遅いですね。何かあったのでしょうか。拉致られちゃってます。私だ。どうし、何？一夜様、ちょっと手違いがあったようで。何？今度はね、きっとヤン組のようにね。松岡、下ろしてやれ。座れ坊主、さっさとしろ。さて。こいつら、何のつもりだ。分かってると思うが、大声上げたって聞こえる範囲に民家はないぜ。おとなしくするのが利口だ。
出たな、坊や。用件わかるだろ。何のことだよ。とぼけてんじゃねえよ。お前の両親の居場所だ。知らねえよ。ガキのお前が知らないわけねえだろ。連絡あるんだろうがよ。ねえよ。親父もおふくろも生きてんのかもわかんねえ。出てってから一度も連絡ないんだよ。俺はこの世で一人ぼっちだよ。嘘つくな、このガキャ。待て、梅本。嘘言ってるわけでもなさそうだ。でも、タケさん。坊主、今後もし親から連絡来たとして、すぐ俺たちに教えるか？待ってらんないっすよ。あんまりからかうな。さて、清水夫婦の潜伏先が割れんとなるとどうするか。無駄骨だったか。タケさん、このガキでちょっとでも回収しましょうや。ね、ここで多分 PC 版はさ、襲われそうになるのかななんて思いますよね。今回の仕事量くらいにはなりますよ。学園ヘブンもね、そこがあのサンバカにね、ケイタ君が襲われた時ね、ちょっとあの暴力に変えられてたんで。ま、確かにガソリン代と俺たちの日当分ぐらいは回収させてもらいたい。若いのにかわいそうにな。ま、ね、こういう若いからできることだな。なんだよこいつら。俺のことどうする気だ。石油王に売られちゃうんですよきっと。梅本、お前のつてで流せ。任せる。ええ、任せてくださいよ。絶対やばい。逃げるな。おー、ブルブルしてます。いって、離せ、離せよ。何すんだよ、やめろ。そろそろ一夜様出てきておくれ。さっさと済ませろ、梅本。やめろ。このくせ、離れろ。やめ。出ました。これがやっと出たわ。助けないを選ぶと多分あの双眼鏡を覗きながらにゃんこちゃんになるルートに行くんじゃないかなと思うんですよ。ねえ、
助けますよ、ちょっと助けます。あのにゃんこちゃん以外の契約エンドでまた姿が変わったりっていうのが、そのエナジーの量で違うのかもしれないのがあるのかどうかわかんないんですけど、またそれはね後に調べてみます。助けよう、助ける助ける、ちょ一夜様。何をしてる。あ、本当にヤンクミみたいに来たよ、すごいね。こいつらの先生だよって言って助けに来てくれたのかな、先生じゃないけど。おお、カラコロカラーンって。あ、やっぱりね、カウンね、キックした時にね、誰だってなるので逆光でね逆光で現れんのよ、月の光をバックにイケメンは。学園ヘブンの中島さんもそうだったじゃん。ふんふん、あのスチールをください。黒崎さん、もうキューンですね。あっち行けよこの野郎。ね、やっぱりね襲ってたんだろうなと思うんですよね。邪魔を入れられね、機嫌を損ねたとかね。梅本さんもこう可愛い男の子がねきっと好きでね。痛い目会いたくなきゃ、見たこと忘れてとっとと消える。サントラもさ売られてたと思うんですけど、このゲーム音楽いいですよね。痛い目というのはこういう目か。目つぶり、あちょあ、靴先か、私指でちょってね目をついたのかと思いましたよ。なんだてめえこの野郎。あ、竹川さんが、かわいい。間に合ってよかった。ね、もう脱がされてんじゃんと思って。今腕をほどいてやるからな。ありがとう。危ないところだった。なんでここが。お前の部屋の下の住人がこいつらの人相と写真を教えてくれたな。所属する組を割り出して脅しをかけた。この辺じゃ人気のない場所もそうはないしな。そんなことはどうでもいい。怖い思いをしたな。もう大丈夫だ。
ありがとう、黒崎さん。ほら、ココアでいいか。うん。黒崎さん、さっきの奴らのことなんだけど。なんだ。俺に消えた両親の居場所を教えろって脅しに来たんだ。知らないって言ったのに、あいつら俺のことまるで物見るみたいな目で見て、それで変なことされそうになって。そうだったのか。黒崎さんが来てくれなかったら俺どうなってたんだろう。俺もうどうしたらいいか。こんなんじゃ大学行くの無理かもしれねえ。なんでだろう、最近変なことばっか起こって信じられねえよ。俺悪いことしたかよ。俺の年なら世間じゃのんきに学校行ってるやつの方が多いのに、どうして。手抜いてるわけじゃないんだぜ。俺だって精一杯頑張ってるのに。俺誰にも必要とされてないのかもって思った。こんなんじゃ生きてる価値ねえかも。そうかもな。うん、心配心配。私すごいエモい感じで今見続けてたんですが。親には捨てられた。自分たった一人だけで生きていくのも辛い。誰にも必要とされていないのが嫌になったんだろう。ならさっさと生きることを諦めたらどうだ。何言ってんの。お前が努力しても生きる価値などつかめない。それでもお前に全く価値がないわけじゃない。俺なら何もかも有効に活用してやれる。今日でお前の人生は終わりだ。何？殺しはしない。可愛がってやるからな。黒崎さん、冗談だろ。そう思うか。やめろ。
これは悲しみが混じってるのか。うまいな。あ、悲しみだけになっちゃったかな。なんか恐怖も入ってなかったっけ。わけわかんねえ。ねえ、あんた何考えてんだ。恐怖と悲しみとか言ってなかった。恐怖がなくなってるのかな、前回よりね。いい加減善人ぶってるのも疲れた。いろいろ優しくしてくれたのは全部嘘だったのかよ。さっき手の甲から多めにエナジーを抜いたからな。自由に体を動かせないんじゃないか。しばらくおとなしくしていろ。ベッドで契約のキスが終わるまでな。何言って。お前は俺の生贄だ。目が覚めたか。黒崎さん。全身のエナジーの流れを乱した。動けないだろ。初めてやってみたんだが意外と効いているようだな。エナジーってなんだよそれ。こうするとお前の魂の色がよく見える。あんなに辛い目にあってもまだとても綺麗に輝いているな。あ、魂あんなんだよ。お前の魂をもらう。はい、言って。あんた、まさか本当に悪。断末魔か。気がついたか。魂は俺の中だが、記憶と意識はちゃんと肉体に残っているだろう。何のことだよ。これからあらお前を十魔に作り変えてやる。またニャンコちゃんエンドに向かってるのかしら。ちょっと悲しいんですが、どうなんだろう。せっかくね、ルート変わったと思ったんですが。
大丈夫だ。ねえ、同じだ。なるべく元のお前のままに仕上げてやるからな。ああ、変わった。どうだ、そろそろ慣れてきたか。俺をどうする気だ。言っただろ、俺の10番にすると。どう変えるか悩むな。にゃんこちゃんはやめてあげて。やめろって言ってるだろう。外見はこのままで構わないか。そうだな、お前は猫だ。やっぱりニャンコちゃんにされちゃうよ。俺に甘えて身をすり寄せてくる猫の姿に生まれ変わらせてやる。え、かわいそうだから人間にしてくれ。うん、もし踏みとどまるんや、一夜様。汗で汚れた体のままベッドに寝かせておくのもな。姫抱っこかな。しばらくおとなしくしていろ。一週間もすれば肉体が変化を終え、しつけを始めるのはその後にするか。安定。もう育ちきってないが萌えなんのかな、一夜様的にね。あっち行け。本当か、最悪だ。人のこと騙して大嫌いだ。かわいそう。今頃気づいたのか。ああ、俺がバカだった。その通りだな。面倒だな。感情も取ってしまうか。うんうん、そうそう、つまんないよ。お日様の匂いのね、新太くんが好きなんでしょう。なんだ。あ、すごいすごい。
あ、すごいすごい。両親の呵責が。あ、かわいい。苦しい。私のつかないことをしてしまったのじゃないか。もう遅いか。そうだ、戻せばいい。奪った魂を新たな体の中に。黒崎さん、俺の心臓など止まってもいい。こいつを元に戻してくれ。最悪。僕の闇の力も消されちゃってる。ああ、もうこんな気持ち悪いな。近くに寄るのもごめん、被りたいレベルまで。悪魔から最も遠い、そんなものに目覚めてしまうとは、なんと情けない。ひとまずお別れだ、黒崎一也。君がまた魂の闇を磨き上げた時に迎えに来る。それか、弱いを重ねて老い、醜く滅びるがいいさ。つまらぬ人間の楽しみに埋もれて。まったく、最後でどんでん返しとはね。ザビード様に叱られてくるか。なんだ今のは。ネピリムが去っていった。闇の力が体から消えている。新たな魂はどこへ行ったんだ。新たは無事か。何今の。角の生えたやつ。お前にも見えたのか。わけわかんねえ。何なんだよ、悪魔とかおかしいっての。マジついてけねえ。でも、ああ、あん時水飲ませてくれたのあんただったんだろう。覚えていたのか。熱出して苦しいの助けてくれたんだよな、さっきの不思議な力で。た
のになんで俺にこんなこと。俺信じられなくて怖くて、しかも嫌だって言ったのに無理やり、なんかおかしくなっちまうし、同意も得ずにあんなことして最低だ。人間がしちゃいけないことだ。そんな人だなんて思わなかった。なんとか言ってみろ、どうなんだよ。新たが生きている。何泣いてるんだよバカ。いて違う、これは湯だ。黒崎さん、説明しなきゃさっぱりわかんねえだろ。わかんねえことだらけで、今すぐじゃなくていいからきちっと話せ。そうしてくんなきゃ俺あんたをどう思えばいいのかわかんねえ。許してもいいのかわかんねえだろ。のぼせるよ。新た、どうして？え、どうなったん？許すと言ったじゃないか。お前にそばにいてほしい。いいよ。よしよ。お体は大丈夫なのですか？あちらです、一夜様。あ、ご飯作ってくれてるのかな？新妻エンドやないの。あなた、卵焼きや。うわあ、あなた、その顔
半身は想像してなかったわ。吉岡さんもびっくりよね、その格好で卵焼き作ってるんだよね。うわ、大丈夫か。卵焼きじゃないのか。え、なに、味見してるのか。お皿であれが卵に見えたの。うん、大丈夫じゃ。大丈夫、あんたは大丈夫。全裸感あるよね。これウィンドウがね消せないんで、ちょっと横の方ね、肌色みがマッパで走り回ってるのかしら。吉岡さん、あ、吉岡さんじゃないよ一夜様ね。そう、吉岡さんがマッパだったら怖いわ。それはそれでまたね、急にいなくなるから。もしかこれが俺への天罰、報いなのかとも。何言ってんだよ、いなくなるわけないだろ、一緒に暮らそうって言ったじゃん。吉岡さんもついてくるよ。夢かもしれないとさっきまで思っていた。ああ、寝ぼけんなよ。あんなことしたのまでただの夢だと思われたらかなわねえ。昨夜は無理させましたからね、匂わせをしてますね。アラタ、ここで何をしているんだ。急に消えて俺を殺す気か。また心臓が止まるかと思った。デレデレやで。バカ。その、悪魔とかじゃあるまいし。俺は普通の人間だから、そんな妙な技、持ってないっての。ほら、昨日さ、俺の学費とか出してくれるって言ってただろ。なんかピロートークをしまくっとるね。そういうの見せてほしかったな。そりゃ、無事に社会人になったら返すって約束したけど、でも居候の間の生活費くらいリアルタイムでちょっとは返していきたいんだ。黒崎さん、うまいって言ってくれてたから、毎日の飯くらい俺が作ろうかと思って。起きて台所探してたら秘書さんに会って、鍋とか味噌の場所教えてもらったんだ。その格好でうまいうまいなんか笑っちゃうよね。緑川さんの声がね、真面目でいいね。うん、よかった。本当に信じていいのか。これは幻じゃないんだな。信じろよ。やっぱあんたって危なっかしいな。ああ、秘書さんまだかな。さっきなんか服貸してくれるっつって言っちゃったんだけど。アラタ、こっちに。え？え？
確かめさせてくれ。黒崎さん、あなた、ずっと一緒にいるから、ずっと黒崎さんのそばにいるから。ああ、どっこも行かねえから落ち着けっての。もう悪魔につけ込まれる隙なんか作っちゃダメだぜ。周りも迷惑だから。一緒にいるから。だからもう二度と寂しそうな顔なんかするなよな。な、黒崎さん。約束だぜ。ああ、ずっと。これからもう二度と。やっと出たね。新田くんエンドが見えましたよ。歌ってくれるかな、緑川さん。あ、歌ってる歌ってる、うっすら歌ってるあー、なんか大変だったやっぱりシミュレーションあるとちょっと大変ですね。ちょっと見たくなっちゃうね。あ、かわいい。なんか設定資料系の絵かな。そうですね、よかったし、かわいかったんですけど、間のイベントがランダムなので、間のイベントで親密度が高まっていく感じがちょっと薄いんですよ。なんかすごいね、燃えるやつが出る時もあるんですけど、それが出ないままね、ラストに近づいちゃうとね、唐突感があるんですよね。そこがちょっとね、動画でもね多分そう感じるんじゃないかな。間の時ねちょっとカットもしてたんで。なるほど、これ新田コンエンドで、あと一夜様の背景がやっぱり見えないんで、これもいっぱいねやっていくと一夜様の背景見えるのかな。これトゥルーエンドだよね。もっとね、そう、私がねなんかね期待しすぎてたちょっとおまけの方しないとね歌になっちゃうんで、ちょっとおまけの画面。あのね、私ね、自分が勝手に思ってたのは、
新田くんの魂を取ることを、まあ一回これ魂奪って奪った後に、まあ、返すんだけど、そうすると一夜様が生きられなくなるっていう、そのせめぎ合いで新田くんがもうちょっとほら自分を助けたら一夜様死んじゃうじゃんかっていうところと向かい合って、もっとなんかこうね愛を絡めた何かがあるのかなってちょっと予想してたんですよ。あのトゥルーエンドっていうのは新田くんを助ける側を選ぶと一夜様はそうやって死んじゃうエンドもあったから、死んじゃうわけだから、そのいや俺助けたらお前死んじゃうじゃんかみたいな、その葛藤が、だけど一夜様もいやいやあのわしが悪かってんからいいよってね、わし死にますわってなってもらうと、でも新田くんはもう好きになっちゃってるから、いやちょっと待ってって、あなたに死なれるのも困るのよみたいな、そういうやり取りがあるのかなって勝手に思ってたんですけど、意外とさらっとね一夜様も死にませんでしただったし、そこがちょっとね、でもわかんないよね、学園ヘブンもよくそういう、いやなんかちょっとそれだと物足りなくねみたいなことを言うと、後で全部ねプレイし終わった時に和樹さんなんてそういうのを回収してあったのでね、それはまあわかんないんだけどね。よいしょ。ね、まだ出てないのあるもんね。ここでね分岐するトゥルーエンドがこれね、 PC 版ではねこういうのもあれかな、もうちょっと下まで映ってるのかな、どうなんだろうね。すごいね、このカットに至ってはねすごいトリミング感を感じたんですよね。もうちょっと下まで映ってたのかな、どうなんだろう。でこれですよね。あ、これってでも今回見たのは一夜様攻めなので、一夜様受けルートになるとまた違うのかな、この辺が怪しくないね、この辺一夜様受けだとどうなるんだろう、それはそれでね気になってきた。この辺もね、何のバッドエンドなんだ、バッドエンドがもう一つぐらいあるのかな、どうなんだろう。ちょっとまたね今度はね攻略をもっと見ながら拾っていこうかな。ちょっと新田くんのこの CD はね拾っていきましょう。じゃあねこれね、ニーズマエンドね、これあれだね、新田くんが上を着てて一夜様が下のズボンだけ履いてるってことなのかな、同じねパジャマみたいなね、パジャマでいいのかなね。吉岡さんね辛いわね、あんなの見せられて。まだ、うん、まだあれかな、でも西園寺さんと七条さんの時の七条さんよりはまあなんか吉岡さんはまだなんかこうもっと秘書としてね、吉岡さんにも愛があるんだろうけども、まだ見やすい感じがする。でネピちゃんとかもね、こんだけイベントがあるならネピちゃんと戦ったりとかするのとかねあるのかなと思ってたんですよね。あの吉岡さんがオープニングでネピちゃんとちょっと戦ってたんで、愛を取った場合ねネピちゃんと戦ったりこう悪魔側との対立があるのかなとか思ったけど、ネピちゃんはスッと帰っていったんでね、この辺もどうなのかな。よいしょ。それでですね、回想モード。あ、やっぱ危機一髪救出っていうのに出ましたね。高みの見物と別にね。提案ってなんだろう。提案って聞く。契約1契約2
やっぱり新田くん受けですね、これね。新田くん攻めがここかな。で、解放2。で、ここにもう一個ね、なんかありますもんね。ほうほう。ちょっと今ね、結構ね、やり直したことで撮ってるイベントがあるんですけど、動画でね、どこまで見せたか、見せたやつと見せてないやつがわかんないので、またこれちょっと見てない。簡易マジックとか見、ね、動画では見せれないんじゃないかと思うんで、またこれね、後でまた、次のね、動画にまでにちょっと調べて、見てないやつをね、後で見ましょう。で、秘密の資料室もね、ちょっとわかんないんですよ。私が見てる攻略サイトさんはね、秘密の資料室の言葉もヒントしか載せてなかったんで、これも入り方わかんないんです、相変わらず。秘密の資料室か。確かそこは吉岡も入ったことがないと言っていた。吉岡も入ったことがないっていうのがヒントらしいんだけど、パスワードね。入るにはパスワードが必要らしいが。で、メモはそうでもないっていう。そう、私ね、目指せ10億エナジーっていうのを1億エナジーと勘違いしてたんですよ。なんか10億まで、でもあれね、あの数字99,999までしかね、10億分の桁がかけるほどのスペースがなかったんですけどね。どうなんですね。いや、パスワードわからんのよ。なんかね、ネピちゃんのヒントよりもね、あれらしいですよ。入ったことのない、あー、なんか最初にあったような気もするな。吉岡も入ったことのない、なんたらかんたら、どうだっけ、忘れちゃった。まあいいや。まあそんなわけで、新田くんね、一応トゥルーっぽいのが1個出たので、よかったよかったということで、次のね動画でちょっとあのランダムで出してたんだけど、動画で撮らずに見てないやつをね、ちょっと見せていきたいと思います。ちょっと可愛いのもあるんですよ。だからそれが段階を経て2人が仲良くなっていく、親密度が上がると同時に段階を経て濃くなっていって、そこからこのね契約の流れになるのなら、こう気持ちがついていくんですけど、あそこがランダムなんでね、ちょっと深いやつが出てないままこっちにバーンって出てくるとね、契約の時に急に距離感縮まってもちょっとね寂しい感じがしたんですよ。盛り上がりっていうか、いきなりバーンってねこっちになったんでね。よし、それでは今回はこの辺で、次はちょっとねまた考えよう。新田くんをこのままやるか別のキャラでいくか、一応なんか CG 撮りたいですよね、あと4枚ね。まあこの辺でおやすみなさい。たまでした。